異種族との関係と知っていく主人公の物語はこちら、暗がり草先生のカニ味噌。無気力な20代の主人公、ある日カニを見つけ飼育し始めます。そのカニは言葉を話すようになり、そして何でも食べるようになるのです。丁寧に丁寧に言葉を交わしていく一匹と一人、殺人をきっかけに変わっていく主人公、そして変わらないカニの距離感がたまらない作品でした。ぜひお会いくださいませ。